西村武雄氏1907から85年は養生中目に生まれます。京都帝国大学卒業、1944年西之表町女役、1951年西之表町女、1958年には初代西之表市長に就任します。その後県議会議員一期市政をもって郷土の発展に尽くします。1953年西之表町農業協同組合農業共済組合の常務兼務以来24年間崩壊寸前にあった組合を立て直して今日の流暢に寄与し、その功績は誠に偉大で、まさに組合再建の父と言われました。